2019年5月4日、古民家風の家、最後の朝ごはんです。じゃーん、今日はこんな感じ。こんな感じです。ゲストの朝ごはんです。まあ、いつもこんな和定食なんですけれども、鮭、定番の鮭。鮭に今日はこのほうれん草の白和え。で白菜漬物とスーパーフルーツトマトと水菜のサラダと、いつものしょぼろ納豆ですね。こんな感じ。白和えがね、ひじきになったり、ウの花になったりするんですが、だいたいこんな感じです。もう決めてます。1日目はこれにして、あと最近は玄米ご飯と、今日はね、茄子ともやしの味噌汁の予定です。はい、こんな感じで朝食の準備ができたので、今日はこれを出したいと思います。はい、天気がいいですね今日はね。つくばの古民家カフェを手伝いに行くので、もうそろそろセットアップしないといけません。はい、皆さん一日今日も元気に過ごしましょう。古民家風の家、またもこんでした。いただきます。